おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔を見せてくれるよ。皆さんこんにちは、アフタービデオミュージックスクールギターの星野たきざわです。今回はあれだね、読者さんじゃないか、視聴者の方からね、リクエストをいただいたので、肉じゃがを作ってみようかなと思うんだけれども、すごい簡単なレシピだからね、ぜひ皆さんね、覚えておいていただけると嬉しいなという感じでしょうか。すごい簡単だから、ぜひ真似してみて、おくんなまし、チェケラ、ロックンロール、ロックンロール。はい、そんな感じで、恒例の材料の確認いってみましょう。まず、豚肉でございます。豚肉は切り落としでいいです。そんなバラとかロースとか使わずにも、なんか適当に100円ぐらいのなんか切り落としを買っていきましょう。なんでもいいです。で、あと、じゃが、芋でございます。この2つがないと、まあ、肉じゃがが成立しないので、必ず用意をしてくださいませ。じゃがいもは、煮込み料理だったらメークインの方が向いてるって言われてるんですけども、僕はホクホク感がある方がすごく好きなので、煮崩れしても構わねえということで、いつも男爵芋とか、北あかりとかを使っているような感じです。もし、煮崩れせずにその形よく仕上げたいんだったら、メークインを用意してくださいませ。で、あと、この辺の材料は、本当もう好みです。好みです。なんか地域性とかもあると思うんで、本当もう自分が好きなもの、自分が入れたいものを入れてください。僕は白滝めっちゃ好きなので、絶対白滝は入れます。あと、玉ねぎもめっちゃ好きなので、玉ねぎも絶対入れます。あと、根菜類を入れて栄養価を高めたいので、人参も必ず入れますし、あと、見た目的に緑が入ってた方が絶対鮮やかでいいので、まあ、インゲンとかサヤエンドウとか、そういった見た目を良くするものも必ず入れます。もうこの 彩り超大事なので、緑のものは必ず入れるという感じで、まあ、僕が作るときは大体このラインナップって感じなんですが、まあ、この辺は本当にね、本当に好みなので、本当に好みです。皆さんの好みに合わせて、まあ、いろいろ調整をしていただければという感じでしょうか。それでは、順番に参りましょう。まず、じゃがいも。の下ごしらえをしていきます。まあ、平たく言うと、その皮をなんとかするわけなんですけれども、ちょっと回転、ペペン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 、そして角度をつける。皮むき器とかでそのじゃがいもの皮を剥いても別にいいんですけれども、僕はすごくこの面倒くさいので、金だわしでこすって終わりにしてます。全体をこの金だわしで、ごしゃごしゃごしゃっと。こすって良しとしてます。別に皮剥いてもいいんですけどね、なんかすごい面倒くさいじゃないですか。で、なんかこうラップに包んで、なんか電子レンジでチンすると、なんかこう剥きやすいとかっていろいろあったりとかするんですけども、なんか僕はそれもなんか面倒くさいんですよね。あと第一、うちに今電子レンジがないっていう話もありますし、でもそもそも別にこの皮を剥く必要っていうのがそもそもそんなにないっていう話なんですよ。別に栄養的に悪いもんでもないですし、何かこう毒素が入ってるとかそういうわけでもないし、食感が悪くなるってことでもないですし、むしろどっちかっていうと、この野菜類っていうのは、その皮の方に栄養が多いことが多いので、まあそういった意味でも、まあいいかなって感じで、僕はこんな感じで仕上げてます。ちょっと見てもらえばわかると思うんですけども、まあ、ちょっとこの皮がすでに剥いてある状態になるんですよ。金たわしでゴシゴシこすると。まあこんな状態を目指して、まあ全体的に。ちょっと皮を剥くぐらいの気持ちで、じゃがいもを洗っていきます。じゃがいもの場合はこの芽があるじゃないですか。これを落とさないと単純にお腹を壊してしまうので、それだけは気をつけましょう。ちょっとこう出っ張りというか、芽が出ているようなところをこのほじくって捨てるわけです。包丁のこの顎が使える方はこの顎でほじくるという感じです。これなぜか顎がないので。これはちょっと使えないんですが、まあ、もしくは皮むき器のこの側面とかにね、芽を取るやつだったりとかするので、そういうのを使ってみてもいいかと思います。そういうのが特になければ、包丁をまあこんな感じで持って振り抜くと良いかと思います。この芽のところは残しておくと、ちょっとシャレにならないので、よく見て芽は取り除いておきましょう。あと、傷ついたりとかしてて、ちょっと見た目が良くないときも、この段階でパパッと取っちゃいます。なんか色が変わっているところとか。当たり前ですけども、こんな持ち方しててね、落とすと大変なことになるので、落とさないようにだけは気をつけてくださいませ。まあ、こんなもんでしょう。はい、次。全然関係ないですけど、じゃがいもって、すごいなんかもう日本の食卓にめっちゃ浸透してて、もうね、さも当然のごとくいるじゃないですか。でも、この原産をたどってみると、ジャカルタだっけかな。
あの当時、まあ、200年ぐらい前なんですけど、結構最近の話ですよ、200年前。まあ、そのジャカルタ、当時の名前だとジャガトラかな、ジャガトラっていう地域から、まあ、その日本輸入されてきて、で日本で輸入されてきたのが200年前なんですけども、その時なんかこう日本人このジャガイモを食べてもそんなうまくねえっつって、なんかこう全然流行らなかったらしいんですよね。でそれが明治維新の時になんか品種改良かなんかされて、まあ、すごい一般的になったんですけども、明治維新っつうと150年前とかじゃないですか。まあ150年前生きてるかどうかって言われたらそれは生きてないですけど、なんかそういう感じで見ると結構最近ですよね。すげえ昔からなんか愛されてますみたいな顔してますけども、ここ150年ぐらいの話なんですよ。なんかそう考えるとジャガイモってかなり新参者だなって感じですよね。まあジャガイモに限らずそういうのいくつかあると思うんですけれども、うん、ちょっとそれはなんか個人的に面白いなと思います。はい、こんな感じで目が取れました。で目が取れて、そうですね、メイクインの場合だったらまあ結構ね、あの細かくしちゃってもいいんですけども、男爵芋とか北あかりの場合は煮崩れを起こしやすいので、ちょっと大きめに仕上げておきましょう。大きめに、まあ、どのぐらい大きいかはちょっとそれは人それぞれって感じですけれども、あんまり細かくしすぎるとすごいじゃがいもが消失してしまうので、まあ、そこそこのサイズに仕上げておきます。ジャガトラ、ジャガトラから輸入されてきたジャガイモ、はい、で、今回土鍋を使っていきます。なんで土鍋を使うのか、ちょっとまあその辺の話は後でさせていただこうかと思うんですが、もし土鍋があったら土鍋を使ってください。片手鍋しかなければ片手鍋でも大丈夫です。でとりあえずまあ火にかける前にもねガーッと具材を詰めていきます。わ、今回も大量に作るぜ。でその次は人参、人参もこういうピーラーじゃなくて、まあね、あのカナダ和紙でもいいような気もするんですけども、まあとりあえず今回ピーラーを使って剥いておきましょうか。大根じゃないか、あれ人参、前なんだっけ、人参使ったんだっけ、前ミートソースの時か、ミートソースの時に人参使ったんですね。その時にもお話をさせていただいたんですけれども、この親指と人差し指ちゃんとこう引っ込めた状態でこう切っていくと、これが悪い例だとこういう感じで親指と人差し指がこの人参よりも上に出ちゃうとピーラーで怖いってことになってしまうので、必ずこう指を丸めて、絶対にこのピーラーの刃に当たらないように皮を剥いていくと良いかと思います。まあ、人参も皮の方がね、その栄養がやっぱりたくさんあるから、まあ、できれば僕は金玉子で仕上げたいなって感じなんですけども、ちょっと面倒なんですよね。野菜ジュースとか一時期人参ジュースに超ハマってたんですけど、その時はね、あの毎回金玉子やってたんですけど、まあそれはいいか。で、こんな感じでとりあえず人参が皮むき終わりました。先っぽとヘタの部分をまず落としましょう。こんな感じです。で、じゃがいもじゃないや、肉じゃがの時は乱切りにしていきます。その乱切りがちょっとくせ者です。ちょっとよく見せてください。こう構えてるじゃないですか。ちょっとカメラを下げます。こう構えますよね。で、この包丁を斜めに入れます。こんな感じです。で、この斜めにしたところからちょっと左手で手前に引きます。こんな感じで、また上のところを斜めにカット、手前に転がしてこの斜めのところをカット、こんな感じで切っていきます、乱切り。そうするとその何がいいかっていうと、その面積が増えるんですよ。面積が増える、面積が増えるってことは、その煮込んだ時にその味を吸収しやすいし、火を通りやすくすると、そういう効能があるわけなんです。なんでまあ煮物とかをするときは人参は乱切りにすると良いかなという感じです。斜めに入れて、斜めに入れて、斜めに入れて、斜めに入れてと、はい、で、できるだけその大きさが揃うように、乱切りをできると、なおいいかなという感じです。こんな感じで、またこっちの土鍋の方にブルブルっと入れて、こんな感じになりました。すげえモリモリですね。いい感じです、いい感じです。で、次玉ねぎ、いつも通り上と下をまず落とします。こんな感じで、ちょっと洗ったりしつつ、半分に切りつつ、ふいふい、茶色い部分を取りつつ、玉ねぎの皮がむき終わりました。
いつも通りとりあえずヘタを落としましょう。斜めに包丁を入れてヘタを落とすと。こんな感じ。で、縦に半分に切って、まあ、4等分くらいでいきましょうか。縦に切って、1、2、3と切って、まあ、こんな形にすると。で、土鍋の方にパパパッと転がしていきます。いい感じ、いい感じ。非常に土鍋がもりもりになってまいりました。で、その次は白滝ですね。白滝は別にこのまま入れればいいので、まあ、ちゃんと切って、ざるにあげたりとかして、土鍋の中に入れていきましょう。あ、でもちょっと切らなきゃダメですね。ちょっと切りましょう。適当に開けて、ざっくり、ざっくり、ざっくりと。はい、適当に切りました。おらーい。白滝入ります。白滝入ります。そして、インゲンなんですけれども、インゲンはあまり火を通りすぎると色が悪くなってきたりしてしまうので、これはちょっと後で入れることにします。その前に豚肉ですね。豚肉。切り落としたから、まあ、いいサイズになっているとは思うんですけれども、まあ、一応サイズだけちょっとチェックをして。そうですね、大丈夫ですね。これであんまり大きかったら、まあ、ちょっと切る必要はあるんですけれども、まあ大丈夫でしょう。適当にこの上にわらわらと、持ってください。もう好きな量。わらわら、肉だ、肉だ、ほら、これは長いな。ほら、ほら。はい、いい感じで、土鍋がモリモリになりました。お肉もモリモリって感じでございます。で、ここから、味付けをしていくんですけれども、今回はめんつゆの、登場でございます。また、ちょっと濃いめかなぐらいに仕上げてくださいませ。まあ、これは4倍濃縮だから、50ml 入れたら150ml ぐらい、まあ、お水を入れなきゃいけないんですけれども、まあ、ちょい濃いめに仕上げます。ちょい濃いめに。で、お水を入れてと。で、このお水の量なんですけれども、あまりここでそのお水を入れすぎると、野菜から水分が出てくるので、すごいバシャバシャになってしまうんですよ。なので、傾けたときにその水面が見えるかなぐらいの量で仕上げていくと良いかなという感じでございます。で、ここで、最終兵器の登場でございます。それは何かというと、ダダダン！ハチミツ！めんつゆとハチミツで作っていきます。ハチミツちょっと入れすぎに注意してください。こんなもんですかね。とりあえず足んない分には後から足すことができるんですけれども、入れすぎると取り返しがつかないので、ちょっと気持ち少ないかなぐらいでやってみてくださいませ。今どのぐらいですかね。大さじ 1.5 ぐらいでしょうか。で、ここまで準備ができたら、あとは煮込んで煮込んでいる感じでございます。もうそのまま火にかけて放置をして火を通していきましょう。もうここからもすることはないです。見守るだけです。で、その間にインゲンの準備もしておきましょうか。インゲンの準備、あ、これもまあ全部入れたらまあすげえ多いなって感じなんですけど、半分ぐらいにしとこうかな。あの、インゲンとかさやえんどうとかって、そのなんか筋取りをするなんていう話があるじゃないですか。筋取り、まあ、そのやっぱ硬いところがあるんで、その歯触りが悪かったりとか、歯の間に詰まってしまったりとかするのを避けるために筋を取る必要があるわけでございます。でも最近のインゲンとかって、その品種改良されて筋がなかったりとかするんで、あの、取らなくてもいい場合があります。とりあえず1本2本適当にこの端っこの方をポキッと折ってみて、これ引っ張ったときに、あんまりこの筋が残ってなければ、なんかまあこれはそんなにもう筋がない品種なのかなと思ってください。まあこんな感じで。この背筋のちょっとこの太い方ですかね、色が濃い方側にこう向くと、ちょっとこう筋が出てくるんですけども、これが本当にもうちょっとだけだったら別にいいかなと僕は思ってしまいます。別に筋取らなくていいかと。なのでまあその先っぽの方を、ちょっとまあ切り落として、こんな感じで先っぽを落として、まあ、ざっくりと、まあ、切るという感じです。まあ、インゲンはね、このぐらいのサイズあっても全然おいしく食べれるので、まあ、適当な、おいしそうなサイズに切っておきましょう。で、こっちが土鍋の方が煮えたら、入れていきます。土鍋の方が煮えたら入れていきます。で、あとはすることがないので、片付けをしましょう。しかし、まあ、巷ではなんかこう美味しい肉じゃがを作るとなんかこうモテるとか、まあ、こういい奥さんになるとか結婚できるとかって言ったりとかしますけども、まあ、美味しい肉じゃが作れるぐらいで結婚ができたら、俺なんか多分3000回ぐらい結婚してるわって話ですよね。ほんまに、なんだその話って感じですよ。肉じゃがぐらい誰でも作るわけですね。だいたい煮込み始めて5分が経過という感じでございます。パッと覗いてみると、まあこんな感じです。さっきも言った通り、その野菜から水分が出ているので、
だからこんな感じでこうちょっと溢れる感じになってきてしまうんですよ。で、まあ豚肉が入っているのでちょっとアクが出てると、なんでこのちょっとスプーンとかで適当にこのアクを除きましょう。こんな感じのなんかこの塊みたいなやつ。まあこれ別に取らなくてもいいっちゃ取らなくてもいいんだけど、まあ一応えぐみの元とかになってしまうので、まあこまめにアクを取ってあげるとなんか美味しくなるかなって感じですね。まあ、こういう細かい気遣いがね、この美味しさにつながるんで、まあ、それがいわゆる料理は愛情と言われるゆえんなわけですよ。こういったところをね、ちまちまとね、手間暇かけて作ると、なお一層美味しくなるっていうね。まあ、なんとなくアクを取ったら、ちょっと軽く味見もしておきましょう。どんなもんか。うん、味の濃さとこの甘みの強さ、確認してるわけですね。うん、全然いい感じでしょう。全然いい感じです。私ここでちょっと味が足んないなと思ったら、めんつゆバーッと入れて、甘みが足んないなと思ったら、蜂蜜をバーッと入れてくださいませ。今回なんで甘みを足すのに蜂蜜を使っているのかという話をさせていただきますと、料理に甘みを足す際に何を使って甘みを足すのかっていうのがすごくこう大事なファクターなんですよ。まあ、砂糖だったり三温糖だったり黒糖だったり、グラニュー糖とか、なんかこうきび砂糖とか、まあ、蜂蜜とかもありますし、メープルシロップとかもありますし、まあ、いろんなこの甘い材料はあるわけなんですけれども、何を使って甘みを足すのかっていうのはすごくこう大事なファクターなんです。お菓子の時みたいにそのコクとかつけずに本当に甘みだけ足したいよっていう時はやっぱりグラニュー糖がすごい適切ですし、ある程度のコク、例えばそのお菓子ではキャラメルとか生キャラメルとか、ああいうコクみたいなのも付け足したい場合はやっぱりグラニュー糖じゃなくてそのきび砂糖とか三温糖とかの方がコクがあって美味しく仕上がりますし、あと蜂蜜とかの場合は何気にこの旨味成分みたいなのがすごい凝縮されているので、こういう肉じゃがとかに使うとすげえマッチするんですよ。これはグラニュー糖だけでその味付けしてしまうと単純に甘いだけって感じになっちゃうんですけれども、蜂蜜を使うことでそのコクとか旨味とかがすげえこうプラスされるんですよね。これマジな話なんですよ。なんでも蜂蜜を使うことがもうとにかく今回のすごく大事なポイントです。グラニュー糖でも別にいいっちゃいいんですけれども、多分出来が全然変わってくるので、もし興味があったらやってみると面白いと思います。蜂蜜で一回仕上げてみて、あ、こんな感じなのか美味しいなって思った後に、まあ、ちょっと次の機会にグラニュー糖だけで、もしくはその普通の白砂糖だけで仕上げてみると、そうするとこの味の薄さ、なんて言うんだろう、この味が薄い濃いとかそういうんじゃなくて、この厚み、なんか味の重さ、味の厚みみたいなのが全然変わってくるんですよね。これがほんまにこうね、料理のめちゃめちゃ面白いところです。甘みを何でつけるのか、その選択肢の一つとしてはそのね、蜂蜜があるということを、まあ、今回覚えていただけると嬉しいなという感じでございます。ではでは、ちょっともう少し火を弱めて煮詰めていきましょう。このままだと北明かりが全部粉砕される。で、またこれなんで斜めなのかという話も次にさせていただきますと、すいません、話ばっかりで。フライパンとか片手鍋とかだと、この鍋自体の温度が高くなりすぎてしまうんですよ。鍋自体の温度が高くなりすぎてしまう。で、結果的にどうなるかっていうと、やっぱりこの鍋肌にある方が、そのね、ガーッと火が通って、中の方はあまり火が通らないという感じになるんです。で、土鍋の場合は、フライパンとかと比べて、この鍋自体の温度が、この最高温度みたいなのがね、結構低いんですよ。で、それで何が起こるかっていうと、その中に均一に火が通るわけですよね。フライパンの場合だと、この周りのこの鉄の部分、鍋の部分がめちゃくちゃ熱いんで、この近くにいる人たちは、うわ、熱いみたいな感じで、速攻火が通って、真ん中の人たちは、なんだこれみたいな感じで、なかなか火が通らないと。けど、土鍋とかの場合は、この鍋自体がそんなに高い温度までいかないんで、程よく全体的に火が通るっていう感じになるんです。なんで、まあ、煮物とか作る場合は、別に片手鍋とかでもいいんですけれども、まあ、できれば土鍋とか一つ置いておいて、土鍋で作ると、すごく、ほっこり美味しく作れるかなと思いますので、これもぜひ覚えておいてくださいませ。結構ナイスなポイントだと思います。で、こんな感じでだいぶ煮えてきたので、サクッとインゲンも入れておきましょう。お煮込んで大体10分ぐらい経ったような感じです。今回の具材の中で人参が一番火が通りにくいので、とりあえずまあ人参を取り出してみて、で、そのサクッと端が通れば OK という感じです。お、全然火が通ってますね。いい感じです、いい感じです。これでまあほぼ完成。という感じ。あこ。あこは、この、おいしく、すごく、あこ。人参はこれ、あこ。おいしく、すごく、すごく、あこが、すごい、思いごはんが、なんつってるか。自分でも全然わかんねえ。出来立ては正直あんまり美味しくないです。味の馴染みがすごくないので、
あのすごいなんかこうね、薄っぺらい味っていうんですかね、なんかそんな感じになってしまいます。これはもうしょうがない。これしょうがないです。もしその余裕があれば、一回こう作り終わるじゃないですか。でも作り終わったら、このまま一日一晩も放置をしておくことです。放置をしておいて、で翌日、朝とかお昼とかにその温めて食べるっていうのが、理想の食べ方でございます。この作ったばっかの時はね、正直にあんまり美味しくない。味見の馴染みがあまりよろしくないので、そんな感じです。そんな感じです。なんでまあ、そのね、食べる前日とかの晩に、ちょっとまあ仕込みをしておいて、なんかこう、食べるっていう感じでしょうか。そんな感じでございます。それでまあ適当に盛ってみると、まあこんな感じになるわけですね。あと、お塩ちょっと入れておきましょうか。ほい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 。こんなんばいいです。どうでしょう、どうでしょう。まあ、平たく言うとあれですよね。本当にもう土鍋を用意して、具材を切ってガッと突っ込んで、めんつゆと蜂蜜入れて煮込んだだけです。まあね、作り方としてもめちゃくちゃ簡単じゃないですか。で、まあさっきも言ったように、その作ったばっかの時は正直あんまり美味しくないんですけれども、1日経った後とかに食べてみるとびっくりするぐらいうまくなっているので、ぜひチャレンジをしてみてくださいませ。このまま冷蔵庫に入れてもいいですし、もう常温のままでも大丈夫でございます。まあ、一晩置いたらね、そこからはその冷蔵庫管理にした方がいいかなという感じですけれども、まあ、そんな感じで、ちょっと時間が余裕があるときに作ってみてくださいませ。まあ、別に、美味しくないって言っても、その、まずいわけじゃないです。全然十分美味しいです。けど、1日一晩置いた後のそのポテンシャルが本当に半端ないことになるので、ちょっと作ったらですね、その翌日食べるのをすごいワクワク、しておくと良いかと思います。作ったばっかでも十分美味しいけれども、一晩置いた時のポテンシャルはマジで半端ないです。これがまあ煮込み料理の面白いところですよ。肉じゃがの本当に面白いところでございます。そんな感じで、まあ、今回は肉じゃがという感じでした。ちょっとまた長い動画やってしまったんですけれども、まあ、よかったら、チャレンジをしてみてくださいませ。それではさようなら。ふふふふって、これ何人前あるんだろうな、これほんまにな。